ジェラール・ラルースは、フランス・リヨン出身の元レーシングドライバーで、ラリー、スポーツカーレース、会1に参戦した。ニュルブルク・リンクで、ポルシェ908-2をドライブするジェラール・ラルース・ラルースは1974年5月12日に、会1にデビューし、2度参戦したが、ポイントを獲得することはできなかった。いずれのレースもスクーデリア・フィノットのブラバム BT42 をドライブした。 本格的にサーキットレースを始める前にラルースはアルピーヌ A110 でフランスラリー選手権を制した。国際ラリーではポルシェ911で最大の成功を収め、1969年のツールドコルスに勝利し、1969年、1970年、1972年のラリーモンテカルロで2位に入った。グラベルラリーでは 1970年のラックラリーで6位となった。1971年にはポルシェ 917K に乗りビッグエル・フォードと組んでセブリング12時間レースに勝利した。またポルシェ908レーサンでニュルブルクリンク 1000km も制した。そして1973年と1974年にはアンリ・ペスカロロと組んで アトラシムカイムエース670バイトで、ルマン24時間レースを連覇した。スポーツカーのキャリアを終えると、ラルースは、レースマネージャーへ転身した。ラルースは、ルノーのファクトリーチームが1985年に、イ一を撤退するまでの最後の2シーズンに、チームマネージャーを務めた。その後、1987年から1994年まで、パートナーと名前を変えながら、 自身の F1 チーム、ラルースを運営した。ありがとうございます。